台車に高く積み上げられているのはお札。20年ぶりの新紙幣で、こちらの1万円札の台車は1台でなんと40億円です。日銀鹿児島支店では、午前8時過ぎの鹿児島銀行をはじめ、順次取引先の金融機関におよそ340億円の新しいお札が引き渡されました。現金に対する需要がある限り、責任を持って現金の供給を続けてまいるという所存でございます。新しい日本銀行券にぜひ慣れ親しんでいただければなというふうに思っております。鹿児島市では早速新紙幣を手にした人も。鹿児島市の鹿児島銀行本店では、正午から窓口で新紙幣を取り扱い始めました。ちょっと思いついてきただけですね。はい、ワクワクします。こちらの男性は仕事の休憩中に両替に来たそう。手にした感想は？キラキラしてますね。はい、ちょっと 3D ホログラム後で楽しもうと思います。まだ実感がないですが、もう出回り始めているんですね。改めて何が変わったのか、スタジオには平手さんです。はい、早速見ていきましょう。新紙幣の注目ポイント、一つ目はデザインです。描かれている人物はこちら、1万円札は福沢諭吉から渋沢栄一に、5000円札は樋口一葉から津田梅子に、1000円札は野口英世から北里柴三郎に変わりました。裏の絵柄も同様に変わっていますが、小田さん、もう一つ大きく変わった点に気づきませんか？これびっくりしたんですが、数字がだいぶ大きくなってますよね。そうなんですよ。こちらですね、ユニバーサルデザインというもので、外国人の方などにも分かりやすいように額面の数字を大きくするなどしているんです。このユニバーサルデザインの導入が今回の変更の大きな目的の一つです。そしてもう一つの目的が偽造防止技術の強化です。コピー機などのですね、印刷技術は大幅な進歩を遂げておりまして、偽造抵抗力の強化をすることを通じまして、偽造通貨を受け取ってしまった場合の経済損失、こういったものを未然に防止して、安心してお金を使っていただける環境を確保すると。新紙幣には多くの偽造防止技術が使われています。紫外線を当てるとお札の一部が光るなど、これまでと同様の技術もある中、新たに採用されたのが 3D ホログラムです。角度を変えると肖像が正面を向いたり横を向いたりと変化する技術で、紙幣に採用されるのは世界初なんです。このほか、透かし部分の肖像の背景に高精細な透かし、スキ入れ模様が施されました。キャッシュレスは進んでますが、やっぱり新しい紙幣ちょっと手に取ってみたいですね。そうですよね。ただ注意していただきたいところがあるんです。こちら、古いお札は使えなくなるですとか、預けていただければすぐに交換しますよなど、これ実はどれも実際に警察が被害の相談を確認した詐欺の手口なんです。こういう言葉を聞いたら要注意、詐欺かもしれないと疑ってください。以上、新紙幣についてお伝えしました。